ピヨ先生、こんにちは。不眠にお困りの方から質問をいただきましたよ。眠いのに眠れません。仕事が終わってからのは疲れていて、眠りたいのに眠れません。スマホなどもいじってないのに眠れない。とのことです。睡眠に入るためには、脳の働きを穏やかにするための血や潤いが必要です。なので、不眠がある場合、脳のある頭の周辺で血や潤いの不足、あるいはこもった熱があるのかもしれません。どうして眠いのに眠れなくなってしまうんですか？体の中の血や潤いは体の熱によって温められて軽くなることで脳まで届けられます。ところが体が冷えている方の場合、血や潤いを温める力が弱く、届けることができないので脳が穏やかな状態になることができず眠れなくなります。また血や潤いの巡りが悪くなるので、エネルギーがきちんと届けられない体では常に疲れてだるさを感じるようになり、いざ眠ろうとしても眠れなくなります。また血の不足があっても起きることがあります。血の不足があるのでエネルギーが届けられずにだるくなりますが、その影響が脳の働きを穏やかにする部分に及ぶと眠りたいのに眠れなくなります。どうしたらよいですか？漢方薬でしたら、冷えがあるようでしたら熱を補う漢方薬、血の不足がある場合には血を補う漢方薬を考えます。そして生活習慣としては、体が冷えている方は軽く汗ばむくらいの適度な運動を心がけて体の熱を高めてください。血の不足がある方は、寝不足や過労の生活習慣が続くと血を作り出すチャンスを逃しますので、少しでも早めに寝ることを心がけましょう。では今日の動画は以上です。もし質問がありましたら気軽にコメントしてください。